オンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセプレゼンツアラカフェットへようこそ。オンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセプレゼンツアラカフェットへようこそ。この番組はフランス語学習をメインテーマに、ネイティブに通じる実践的なフランス語表現や日本人学習者が間違いやすい文法のポイントなどをアンサンブル講師が週替わりでお伝えします。本日の担当は響先生です。では早速お聞きください。皆さんこんにちは、アンサンブル講師の響です。今日は日本でフランス語を話す機会について話してみたいと思います。せっかくフランス語の勉強をしても旅行に行くのでもない限り自分で使う機会はあまり多くないですよね。気軽に旅行もできない今、フランス語のレッスン以外で使う場面は本当に限られたものだと思います。意外に思われるかもしれませんが、それは僕も同じです。レッスン中に生徒さんとフランス語で会話することはありますが、普段の生活の中で誰かとフランス語を使って話すというのはそう多くはないものです。しかし最近、久々に街でフランス語を使う機会がありました。友達と都内を歩いていたら、たまたまクレプリを見かけたのです。蕎麦粉を使ったガレットで有名なブルターニュ発祥のカフェレストランで、ちょうど席が空いているようだったので、そこで一休みすることにしました。最初に目に入ったウェイター、セルヴェールがいかにもフランス人といった風貌だったので、フランス語で、Vous avez des places?お席はありますか?と聞いてみました。すると、僕がフランス語で話したことに特に驚く様子もなく、Oui, à l'intérieur, à l'extérieur, comme vous voulez. 店内でも外でもお好きなようにと自然に案内されました。テラスに座ると、注文を取りに来たセルヴェールはまた別の人で、一見日本人のようでした。なので、注文も日本語でしたのですが、ダームブランシュというメニュー名のクレープを注文するとき、ブランシュのところをビボインで発音してしまったようで、それを耳ざとく聞き取ったのか、そこから彼はフランス語で、une dame blanche, un café glacé という風に続けました。少し待って、飲み物とクレープを運んでくれたのも彼でした。le café glacé, c'est pour? アイスコーヒーはどちらですか?とフランス語で聞かれたので、Pour moi? 僕のです。と答えたところ、まだ数単語しか発していないにもかかわらず、Vous parlez bien français? と言われ、思わず僕も、Vous aussi? と答えてしまいました。しかしその後、Vous êtes français, japonais? あなたはフランス人ですか?日本人ですか?と聞かれたので、Je suis japonais? と答えたのですが、その時もしかしてと思い、え、vous? あなたは?と聞いてみました。すると彼は、Je suis français, je suis né à Paris と答えたのです。最初はフランス語がすごく上手な日本人かなと思ったのですが、蓋を開けてみればパリ生まれのフランス人でした。風貌からはわからなかったのですが、ちょっとしたやりとりだけでお互いの出自を想像したりできるのが、外国語を通したコミュニケーションの面白いところですよね。フランスにはなかなか行けなくても、フランス人が働いているレストランなどは意外と多くあります。皆さんも行く機会があれば、思い切ってフランス語で話してみてはいかがでしょうか。さて、本日のアラカフェットは2部構成でお届けします。第1部は僕、響がお届けするフランス語レッスンです。会話ですぐに使える短く簡単で覚えやすいフランス語の表現をご紹介します。そして第2部は6月にデビューされたアリス先生をご紹介します。それでは早速今日のレッスンを始めましょう。まず次の文章を聞いてみてください。Je suis allé dans une crêperie.J'ai parlé à un serveur pour demander s'il y avait des places. Puis, un autre serveur est venu prendre la commande.
il avait l'air japonais. Mais en fait, il était français. もう一度読んでみます。Je suis allé dans une crêperie. J'ai parlé à un serveur pour demander s'il y avait des places. Puis, un autre serveur est venu prendre la commande. Il avait l'air japonais. Mais en fait, il était français. これを日本語に訳してみるとこうなります。私はあるクレープリーに行きました。そこで席があるかを聞くため、一人のウェイターに話しかけました。それから、もう一人のウェイターが注文を取りに来ました。彼は日本人に見えましたが、実際にはフランス人でした。さて、ここで問題なのは、彼、イルが誰を指すのかがはっきりわからないということです。仮に男性名詞と女性名詞が2つ並んでいれば、イル、エルだけで誰を指すのか、何を指すのかがわかりますが、今回はセルヴェルが2人なので男性名詞だけです。かといって、イルザヴェと複数形にしてしまうと、2人とも日本人に見えたという意味になってしまうのでダメですね。では、2人目がと言いたいときにはどんな表現を使えばよいのでしょうか。こんなときに便利なのが形容詞dernierを使った表現です。先ほどの文章では、il の代わりに、dernier を使って、ce dernier avait l'air japonais といえば、二人いるうちの二人目という風に特定することができます。このように、dernier には二つ並んだもののうちの二番目、前者に対して後者を表す働きがあります。なので反対に、ce premier avait l'air français といえば、前者、つまり一人目がフランス人に見えたという意味を表すことができます。また、ウェイターではなくウェイトレス、serveur ではなく serveuse が二人いた場合も、cette première といえば一人目、cette dernière といえば二人目を表すことが可能です。このように整数一致をすることで幅広く応用することができるのですね。会話でも使いますし、文章でもよく目にする表現なので、ぜひ覚えてみてください。いかがでしたか？今回のように知っておくと役に立つフランス語の一言は、アンサンブルで配信しているメールマガジン無料メールレッスンでたくさん紹介されています。ご興味がある方はぜひ、アンサンブルアンフランセのホームページから無料メールレッスンにご登録くださいね。それではまた、アビアント。響先生、ありがとうございました。アラカフェットは、日本最大のオンラインフランス語学校、アンサンブルアンフランセがお送りしています。この番組を聞いてくださっているすべての方に、フランス語学習に役立つ特別なビデオ講座、およそ1万円相当をプレゼントしています。詳細は番組の最後にお知らせいたしますので、ぜひ最後までお聞きください。続きまして番組の第2部はアンサンブルスタッフのよしこがお届けします。今回は6月8日にデビューしたばかりのフレッシュな講師アリス先生の魅力をご紹介いたします。2019年から本格的にフランス語を教えているアリス先生はバレエやオペラ、文学など文化的な素養が豊富にあり、好奇心旺盛でポジティブな講師です。天性の明るさがあるため、話していると自然と楽しい気持ちになります。ほがらかな良い雰囲気の中でレッスンが進むので、笑顔で楽しく勉強したい方にぴったりの講師です。レッスン中は楽しく会話をしながらも、アリス先生は要所要所でしっかり発音や文法の細かいミスを拾い上げ、丁寧に説明してくれるので、学びが多く、レッスン後は豊かな時間を過ごせたという満足感を得られます。
日本語も通じるので、基礎を身につけたい初心者、お子様、そして分野別に学びたい上級者まで、幅広く対応が可能です。アリス先生は、日本時間の朝8時から夜9時頃までレッスンを行い、日曜日も受講可能ですので、気になる方はぜひ一度、アリス先生のレッスンを受講してみてくださいね。さて、本日のアラカフェットはいかがでしたでしょうか。この番組は毎週金曜日をめどにお届けしています。確実にお届けするための方法として iTunes やポッドキャストのアプリの購読ボタンを押せば自動的に配信されますので、ぜひ購読するのボタンを押してください。また番組では皆様からのご感想やフランス語学習に関するご質問をお待ちしております。アンサンブルアンフランセで検索していただき、お問い合わせからお送りください。番組内でご紹介させていただきます。そしてこの放送を聞いてくださったあなたに素敵なプレゼントがあります。アンサンブルアンフランセお問い合わせ宛てに、お名前アラカフェットを聞きましたと明記して送ってください。フランス語学習に役立つ特別なビデオ講座をプレゼントします。たくさんのご応募をお待ちしております。それでは次回の配信でお会いしましょう。素敵な週末をお過ごしください。